初めは、親子では一緒に逃げられなかったんですよね。親たちはもう家におらんといかんって言って言って、それで私5年生でしたですよ、その時はね。それで「お前一人逃げろ」って言われて、僕頭巾と座布団と持ってね、それで僕ごに行ったんですよ。夜だから照明弾が落ちて、真っ昼間のようになって、それで当番の、近所のおばさんが「危ないから逃げてください」って言われてね。すぐそばに妙法寺川という川があって、で妙法寺川を渡ってずっともう逃げていきました。で後ろこうして振り返ったら、もうメラ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 もう燃えてるんですよ。それで、ああもうダメかもしれんと思って、一人で逃げ寄ったら、よそのおばさんがすぐそばに寄って、「お嬢ちゃん一人」って言われたから「うん」って言ったら、「おばちゃんと逃げようか」って聞いてから一緒に逃げていきました。それでもう逃げて逃げて、で漁師があの辺いましたから、まだあの頃こう陸に揚げてある船にね、座ってしばらく日の燃えるのを見とこうかって言ってから、住友の別荘とかね、そこには別荘がずっと別荘地帯であって、兵隊がいっぱいおったんですよ、その別荘に。それでその別荘をめがけて爆弾が落ちるわけですよ、どん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 ね。で私はもう逃げるのが嫌なで、おばちゃんを私はあそこの小屋に入るけんでてて言うて。言ったら「ダメって、あそこは爆弾が落ちるけんで」て、つまらんって言われて、おばさんからこう引きずられたみたいにして一の谷まで行ったわけですよ。船にこう座ってこうしてみとったら、もう焼夷弾がもう落ちるんですよ、そうめんみたいにザーってね。それがね、飛行機はですね、いっぱい飛んでこないんですよ、3機ずつぐらい来るわけです。それで3機ぐらいが B29 がずーっと飛んできて、焼夷弾を落としていく。それとまたしばらくしたら3機ぐらいが淡路島の方からずーっと飛んでいって落とす。また来たって言って、もう一晩中です。私が「おばちゃん、小屋に入る」って言ったとこ、小屋を見たら、おばちゃんが言った通りに、爆弾が落ちて。それでもう木っ端みじんになってしまって、そこに逃げ込んどった人が何人か、もうそれこそこんな小さい肉片になって亡くなった。途中もう逃げ切らないで、溝の中に、浅い溝にですね、もう入ってる人もおりました。もう逃げ切らんって言ってね、そんな人たちが今度は炎でバーって焼かれて、それで亡くなってるんですよ。それでわーって、でちょうど土橋がありましてね、土橋の下にも逃げ込んどった人がおったんですよ、妙法寺川の土橋の下に。土橋をもう突き抜けて、焼夷弾が突き抜けて落ちて、私の隣の男の子、お母さんとお姉ちゃんと一緒にこう逃げとなった後ですよね。それ2年生の子は頭に焼夷弾、直撃弾が当たって亡くなって、でお母さんは大腿部をやられて、もう出血多量で、もう娘さんが「お母さん、お母さん」って言ったけども、助からなかったですよ、誰も手当てする人がおらんから。それで、わあ、でもお母さんダメかもしれんねーと思って、私は諦めて、いやもうとぼとぼ歩きよったら、その一緒に逃げてくれたおばさんが、もしお母さんやらお父さんが見つからなかったらね、私京都やからって、京都に連れて行ってあげるわって、一緒におばちゃんと帰ろうね京都に、って言ってくれたから、「はい」って言って、それでずーっと行き寄りましたらね、母がおったんですよ。火事場の馬鹿力ってこれだけ持って逃げたって言ってから、ニコニコ笑ってね、「やあらお母さん」って言ってから、このおばさんにね、連れて逃げてもらったとよって言って、
だから母はなんかいろいろそのおばさんに聞いてお礼を言ってましたですけど、私の情けは子供なもんで、も親がおったらもう嬉しくて、その辺をあちんちらちんちらやってからもう嬉しくてね、たまらんで、ああよかったって、家はどんなになっとるってやろうかって言ったら、迎えの、おじさんが燃えとるかどうか私が見てみますからって言って、見に行かれて、それで「燃えてなかったよ」って言ってニコニコに、すぐそばまで向こうの道筋までは燃えてきとったけど、うちの、道筋は燃えてなかったからって言って、「よかった」って言ってからね、そんなふうな燃え方をしていた。それでその3月17日の大空襲を機会に、神戸の小学校は全部学校閉鎖になったんです。それでもう神戸におっても勉強がされんから、疎開っていうことになった。じゃあ疎開しようって言ってから、荷物まとめてさっさと行けるかどうかって言ったら、行けないんですよ、順番があった、行く順番が。それでずっと待って待って、長崎に来るっていうふうな状態で、私たちも子供はさ、恐れおののくだけでもう、ああそれでもやっぱりなんか打ち手しやまんとか、欲しがりません勝つまではとか、そんなことをずっと言って、それで学校閉鎖になった時も最後にって言ってから、若宮神社っていうところにね、お参りに行ったですよ。神戸の知り合いからもらってきたんですけど、もうこの神社ももう燃えてないそうですが、それは私がまだもうちょっと小さい時、5月の1日に見えに来ました。順番がね、当たって、6月の5日かなんかしらの大空襲で、結局はもう燃やされてしもたって、もなんもないって言ってから、神戸に置いとった荷物はもうなんもないぞって言ってね、もう神戸には帰られんでって言ってから、父が言いました。すぐ俺はあれ帰らんといかんから、神戸に帰らんといかんからって言って、それで一番上の姉を三菱電機に入れて、そして帰っていったんですよ。それからも父はさ、どこにどう行ったやら全然わからないんですよ。原子爆弾が落ちた時は父はどこにおるのか連絡がつけようがなくて、それですぐ連絡できなかったんですよね。三重小学校にね入って、それでもう食事なんかもまあ曲がりなりにでも田舎のことですから食べて、ちょっと栄養不良でいっぱいこう出来が神戸でできとったのがきれいに治って、ああよかったねって言って、やっぱり田舎はいいねと思ってから、なんか安心しとったんですよ。今日もお百姓さんの家に行って手伝い、今日は田んぼ作り、今日は山の開墾、今日は耕牧下しっていうようにしてから、もう勉強はもうほとんどなくて、それで、勉強せんばいかんって思ってから、長崎に来て見えに来たのに、勉強はないなと思いました。